はい、4月6日月曜日12時になっております。はい、というわけで今回なんか変なのが変な子がいるんで、ちょっとこれは話しかけないといけないなということで急遽撮影しております。ちょっとね、動画が前後する可能性もございますが、ご了承ください。ではお話ししてみたいと思います。何この子。風子、こんばんは。この島にお住まいの方ですか？風子って風太？風太の妹？嫁？姉？どっち？風子って言います。ああ、まあ妹だわな。博物館の館長、風太の妹なんです。いつもお兄ちゃん、兄がお世話になっております。いや、ちょっとね、博識だからさ、こうおじいちゃんなのかなって思ってるから、妹って言われてちょっとドキッとするよね。孫娘でもいいかもしれない、設定的に。この島の星空は本当に素敵で、思ってたよりずっとすごいです。え、あ、そうなの？しかも今夜はちょうど数多の星が流れる流星群の夜。なんて素敵な偶然なんでしょう。え、流星群ってこの間も来てたけど、あれはなんだ、なんかあのイベントなの？マグロンさんは流れ星に祈りを捧げると幸運が訪れるという話はご存知ですか？なんか願いを3つ言うってやつだっけ。遠く離れた夜空のお星様が私たちの願いを聞いてくれるなんて、とってもロマンチックですよね。え、どういうこと？アールスティックで空を見上げてるときに流れ星を見かけたら、そのまま A でお祈りしてみてください。なんかのイベントだったんだ。じゃあ前回の流星群の時に来てたんだこの子。俺がじゃあ見逃してたんだね。そしたらマグロンさんにも幸運が訪れるかもしれませんよ。そうそう、最近読んだ本に星にまつわるレシピが紹介されていたんです。何でも願いを込めて一振りすればなりたい自分になれちゃう不思議な変身ステッキなのだとか。夢があって素敵だから作ってみたくてメモしておいたんです。お近づきの印にこのメモを差し上げますので、もしご興味があれば作ってみてください。お、レシピだ。また興味深いレシピを見つけたらメモしておきますね。これからも星を見に来ると思いますので、よろしくお願いしますね。連続で話しかける。星座それぞれに物語があることをご存知ですか？星座にまつわるものを見せてもらえたら。どういうこと？私が知ってる星座のお話をお聞かせできるかもしれません。水瓶を渡せばいいってこと？ただ射手座を渡すって何？弓でも渡すの？そういうのではなく、ただし理系の私に、理系なのね、理系上でした。理解しがたい意味不明なお話が多くて、うまく説明できる自信はないのですが、兄は文系なのにね。何回も話しかける。この島で見える流れ星って短い時間のうちに立て続けに流れることが多くないですか？一つ流れ星を 見かけたら空を見上げたまま次の流れ星を待ってみるのもいいかもしれませんね。これチーンチーンって音はそうなの？これで大体終わり？終わりだね。どういうこと？あ、なんかのイベントだったんだ。知らなかったな。前回もなんかね、流星群がどうこう言ってる話があったんですが、全くもって分かんなくてスルーしちゃったな。なんか流れ星が見えるなっていうぐらいで。どこでもよかったのかな。ここじゃなくてもよかった。一番見やすいところに来ました。こんな感じ？見上げてっていうんだから、やっぱりこの角度は重要。あー、祈れた。かわいい。そういうことなんだ。あー、知らなかったわ。なんか
わ、キーめっちゃ邪魔。キーめっちゃ邪魔。レイアウトのためだけに伐採するというこの覚悟。スターなステッキだってなんだこれ。これがさっきもらったやつか。ヤッホー、スターなステッキ。何これ、大きな星のかけら、星のかけら。え、何、怒ってくんの、そういうこと。ここじゃなくてもうちょっといいレイアウトがあるな。こっち行こうか。あ、俺今日一日ちゃんとあれじゃん、掘ってないんじゃん。地面に穴だらけで。あ、ここはいいレイアウトだな。ここでよかったんだ、最初からほら。で、しまうもんしまって。こういうことか。連続、連続。うわ、すごいね。いっぱい来るね。そういうことですか。なんかあんのかな。流れ星に願いを、流れ星にお祈りをすることができたら回数に応じてマイルをお渡ししているだな。もなるほど、まあ、何回とかって決まってんのかな、もしかしたら。ああ、 こういうレイアウトがいいな。お花畑に、こういう感じ。あ、君は動かない、君は動かない。モデルさん動かないで、モデルさん。こういう感じかな。水面に映る感じで。あー、かわいい。こういう感じ。こういう感じがいいかな。え、あ、何、カメラモードの時って流れ星来ないの、そういうこと。かなり雑貨、残念な感じですな。写真撮りたいのにな、一緒に。あれ、もう来なくなっちゃった。あれ、流れ星もう来ない、打ち止め。あれ、流れ星あれ、打ち止めっすか、もう終わりっすか。12時過ぎたら終わりとか、そんな感じ。いや、参っちゃったな、これ。そういうことなのかな。急に来なくなったな。場所もあんのかな。チェー、もう終わっちゃったか。あ、じゃあ時間とかもあんのか、それとも回数かな。なんだ、もっとやればよかった。まあ、めったに見たことないやつが出るからね。卵でした。え、もう来ない？あ、もう来ないの。ほうほう、なんだ、せっかくここまで来たのに。残念。まあ、でも何回か星に願いを叶えてもらったんだから。明日は何か起きるのかもしれないね。ちょっともう今起きてんのかな。なんだろう、どっか怒ってたりするのかな。それこそ星のかけらが怒ってんのかな。起こしてないですか、どっかに。出ない？出ないね。さっきまでね、チーンチーンって音がしたんだよね。
ああいう 音関係なんだと思うけど。現金ってパターンもあるのか。別に何も起こってきたりとかするものではないのか。あれ、もしかして、風子ももういない？あ、風子ちゃんもいないかも。ああ、じゃああの子が出ている、間だけ？もしかして、あのイベントは。そういうことか。なんと、風子ちゃんがいない。いるじゃん。もうね、出てこなくなっちゃった。じゃあ、兄貴に会いに行くか。おお、めっちゃ来る、めっちゃ来る。わあ、めっちゃ来る、めっちゃ来る。今がチャンス、今がチャンス。一時なんかパタッと来なくなるんだけど、また来たりするんだね。ランダムなのかな。ただね、写真に収めようとするとね、あれなんだよね。この祈ってるポーズがね、できないからね、ちょっと可愛い写真は撮れませんでした。これ何回でもできんのかな。それとも上限決まってんのかな。10回までとかあんのかな。もう今何回やったか分かんないんだけど、まだまだできる。祈りまくっとこう。まあね、ステッキも欲しいしね。ただ他の素材とかのものは出てきてないから、そのなんか星のかけらっていうものが落っこってんのかな。どこに落っこってんだろうね。やっぱ砂浜とかに落っこってんのかな。なのでね、多分その何かその星のかけら的なものをね、手に入れる際にはおそらく30秒動画の方になってしまうと思います。なのでね、後から吹き替えの実況になってしまうかもしれません。じゃあちょっとしばらくまだ星に祈りを込めておきたいと思います。では一旦カット。
はい、というわけで、今回はね、風光の流星群、流星群は一回だけなのか、お星様イベントを今回はやりたいと思うんですが、別のねイベント、魚とこのイースターエッグで、これもう手に入れちゃったんですよね、これ変身、なのでステッキ自体はもう持っちゃってるんですよね。もう一個あるんだよね、お魚のステッキ、ほらと、ね、こういうのあるんですよね。だからもうね、ステッキ自体はね、こうやってもう持ってしまったんですが、今回はその、流れ星イベントの時に、こういうのが手に入りました。一応30秒動画の方で、事前にね1個前にやってるんで、そちらでまあどうやって撮ったかはお送りしてると思うんですが、これが星のかけらで、ちっちゃいやつで、もう一つがこの大きいやつ、大きな星のかけらで、さらにはなんかね、このお羊座のかけらってのもあったので、こういうのも手に入れました。じゃあね、今回は風子ちゃんのイベントだけで一動画を作りたいので、ステッキを作りましょうか。できれば風子ちゃんがいる時に作りたかったよね。でね、あれからね待ってるんだけどね、その後ね風子ちゃん全然来ないので、おそらくね風子ちゃんが来てる時にあのイベントが起きると思うんですよね。ちょっと待ってね、今ね高い蝶々がいる、高い蝶々が、待ってこら。なので今回はね、ちょっとそれと、あと編集のやり方ぐらいをね動画にまとめちゃおうかな。よし、取った、高いやつ、高いよねこれね、早いんだよなこのミイロ盾派。お花畑にしたおかげで結構いろんなところにいますね。よし、じゃあ寄り道しちゃったけど、ではでは見ていきましょうよ。なんだっけ、これにねあるんですよ、ほら。今のところステッキ、お星様を使う装備に関してはこのスターなステッキ、ちょっと大きい星のかけらも1個使っちゃうんですよね。あともう1個は竹のステッキ、この2つが作れそうです。そしてね、もう1つ、バラのステッキってのもあるんですけど、マグはねまだバラと出会ってません。なので赤いバラがないんで、ちょっとこれはスルー。今週に至ってはね、ちょっとね離島ツアー1回も行かなかったんでね。で、離島ツアーはみんなどうなの、ね、なんでマグだけ動物全然来ないの、あのカンガルー以降ずっと来ないんですけど、なんで動物いないの。はい、というわけで、じゃあ作りたいと思います。まずこれスターなステッキ、お星さんも足りる、これ足りないんじゃないの、もしかして。こっちの方がなんか格好はつくわね。そして竹のステッキ、ある程度竹のねレシピも揃ったら、竹の素材だけで全部なんか作りたいよね。で、一回だけあの竹の島に行ったんですよ。あれ以降一回も行ってないんですよね。てか何にも変わらない、何にもない島ばっかり行くんだけど俺。運悪すぎるでしょっていう。あ、まあこっちの方が可愛いな、やっぱり。変身のしがいがある感じだよね。で、こっちは竹のステッキ。あ、これだとやっぱりなんか和風の服着たいよね。なんかそういうのも、もしかしたらね、あのレシピで増えてくるかもしれないよね。で、あとあれなんだよね、結構他の YouTuber さんがやっぱりマイデザインで、結構和風の服とか作ってたりとかするんで、ああいうのはやっぱりセンスですよね。で、マグはね、あのジャンプはねワンピースしか読んでないんで、あの全く話がわからないんですけど、まあ鬼滅の刃のね衣装がいろんなとこにあの見られますね。炭治郎っていうんでしたっけ、なんかねよくわからないんですけどね、あの衣装、あの鬼滅の刃シリーズの衣装着てる人がね結構多いですよね。うろうろしてますよね。界隈でうろうろしてますよね。だからこの竹のステッキとかなんかはね、逆にその方がいいかもしれないよね。ねずこっていうんでしたっけ、あれに使わせたいよねこれをね。でも加えてるんだっけ、まあ、よくわかんないんですけど、我がね基本的にあれなんですよね、最初の頃のね、あの1話から3話ぐらいまではね読んであげるんですよ。だけどね、結構ね残酷だなって思って、途中で完全に諦めましたね。あんなに人気になると思わなかったね。
まあ、残酷だよねって言いながらね、マグの世代は北斗の拳とか普通に読んでたけど、7時からのアニメでもやってたけど、あれに比べたら可愛いもんだけどね。あとなんかもう一個ぐらいあったよね。あ、これか。なんだこれ。あとお星様素材ってのはないよね、多分ね。これかな、アリエスの木馬。これ金鉱石も使うの、星のかけら3つ、お羊座のかけら2つ、金鉱石と。ちょっと金鉱石持ってなかったわ。これはお羊座って、これもしかして12星座全部出んの？知らんすけど。伊手座もなんかあんの？ゴールドクロスとか手に入るの？ね。ね、ほらね、鬼滅の刃見てないわけでしょ？この世代なんですよね。ゴールドクロスとか言ってんもんな。ね、自分の誕生日のクロスみんな持ってたもん、俺の世代。ね、どっかのパーツなくすやつね。ね、腕の装備とかなくすんだ、ほんと。じゃあ作る。アリエスの木馬ができた。どんなやつなの？乗れんの？と、なんか出てきた。乗れたりはしないみたい？ちょっと今、装備してるからややこしいことになってる。おお、違うのを装備してしまった。あ、動いた。動くぞ。動くけど乗れないの。外持っていくか。じゃあこれはあれなんですかね、ただの家具で椅子素材ではないの。なんか乗れたらいいのにね。あ、乗れないっすね。ちょっと動くだけです。そうだよね、進めば。そうだよね、座るんだよね。うん、なんだ、乗っかることはできなさそうですね。前から？前から乗るの？違うよね。はい、というわけで、どこに置こう？置きづら。なんかそのうちあれかな、なんか星使う素材とかでいっぱい壁紙とか、なんかね、そういう、まあ、夜景の壁紙とかさ、なんか宇宙を感じさせるようなさ、そういう素材がいっぱい集まったら、これをね、配置するって感じじゃないですかね。うーんってしか言いようがないですけれども、まあとにかくこれがね、今回のお星様イベントになっております。まずはまだ1回しか、出会えていないので、今後おそらく風子ちゃんにもっとね、毎回会って会うと多分レシピもらえるんじゃないかなって思うので、やっぱり、何時以降なんだろうね、お星様って。7時以降夜っていうジャンルになればなるのか、9時とか11時とか、なんか遅い時間じゃないと出ないのかとかね、なんかあるかもしれないですが、基本的にはあれかな、普段の流れ星の日っていうよりかは流星群を狙った方がいいかもしれないですね。流星群の日はね、ものすごくいっぱい手に入るんで、お金になるやつお金になるやつ、これはちょっともらっといてね。なのでね、今後もこうやって流星群があった時にはね、なるべくお祈りしていきたいなと思います。普通のカマキリか。普通のカマキリに用はない。花カマキリだけだ。いないね。よし。はい、というわけで今回はふうこちゃんのイベントやってみました。ふうこちゃんいる時に撮りたかったんだけどね、全然出てこねえんだ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回の動画が良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、もっと流れ星をキャッチすることができるかもしれません。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねーと、最後の最後でかっこつけてやったのに